さすがに中には。でもオーブメントちょっと得した気分かも。のんきだ。ヨシアが当変僕静かね。まだ農園の僕たちを警戒。ねえねえヨシア、赤ちゃんってキャベツば。また唐突だね。僕は銀の翼。土地によって違う。見回り。うん。魔獣いないみたいね。そうだね、他を回ってみよう。農園内にとどまって。絶対に使う。やった。あとは懲らしめてやる。これからが本番だ。気を。僕の番だね。あたしの番ね。僕の番だね。アーツ駆動。あたしの番ね。アーツ駆動。行くよ。アーツ駆動。あたしの番ね。はーは。行くよ。僕の番だね。あたしの番ね。あたしの番ね。行くわよ。
な調子で行くわよ。いやはや、さ、このすばしっこい連中ところでこいつらどう。痛い目に合わせたからもう。エステル、情けをかけ僕たちは魔獣退治に来たんだよ。で、それに今次に同じ被害が起こったら、まあ被害に遭ったの見逃してもいいんじゃない。そうだ、これだけ痛い目に遭ったらさすが。ティオ、おばさん。ですが私も殺すのは反対だ。彼らも私たちも同じ土地で暮らしている。ある程度折り合いをつけて暮らしていく必要が。ヨシア君、今回は見逃してくれないかな。わかりました。被害に遭われた皆さんがそうおっしゃるのな。すまないね。せっかく私たちも柵を強化したりして。それじゃあ、そういうことだから今度やったら地獄。さて、これで一件落着だ。君たちもぜひ泊まっていってくれ。はーい、お世話になります。はぁ、もうクタクタだわ。もう夜も遅いし、さっさと寝るとしますか。あれ、どうしたの、ヨシア。ごめん、みんなに嫌な思いをさせた。え、さっきのこと。バカね、そんなこと思ってる人なんていないわよ。普通に考えたらヨシアの意見が正しいもんね。正しいわけじゃない、ただ心が冷たいだけさ。今だって情けをかけずに退治すべきだったと思っている。エステルやティオたちと違ってかわいそうという気持ちが湧かないんだ。こういう時自分がたまらなく嫌になる。人として不完全じゃないかって心のどこかが壊れているのかもしれないな。ヨシアのバカ、勝手に自分のこと決めつけるんじゃないわよ。エステル、この5年間私はヨシアのことをずっと見てきた。いいところ悪いところは誰よりも知っている自信がある。多分ヨシア本人よりもね。その私を差し置いてふざけたことを言わせないからね。壊れてるだなんて絶対に言わせないんだから。ごめん、バカなことを言った。わかればよし。でもちょっと嬉しかったな。え、ヨシアってさ、いつも一人で溜め込むじゃない。苦しい時も悩んでいる時も平気そうな顔をしながら一人で解決しようとするのよね。それってやっぱり家族としては寂しいよ。エステル、僕は。でも今日は自分をさらけ出して弱い部分を見せてくれたじゃない。少しは私のことを頼りにしてくれたんでしょ。だからちょっと嬉しいんだ。な、何言ってるんだか。そんな恥ずかしいセリフよくさらっと言えるもんだね。ふふん、任せなさいって。さ、今日はもう寝ましょう。散々走り回って疲れちゃった。そうだね。おやすみ、エステル。それからありがとう。どういたしまして。おやすみなさい、ヨシア。ありがとう、今回は本当に助かったよ。それと悪かったね、中途半端な結果にしてしまって。気にしないでください、いろいろと勉強させてもらいました。また困ったことがあったら遊撃士協会に連絡してください。ぜひそうさせてもらうよ。エステル、ヨシア、今度は仕事抜きに遊びに来てね。また泊まりがけでおいで。ごちそうさせてもらうからさ。ありがとう、ティオ、おばさん。必ずお邪魔させてもらいます。
さてと、ギルドに戻ろうか。今回の報告をしてから次の仕事を紹介してもらおう。おう、勝手だ。次もこの調子で行くわよ。